今年の夏こそは痩せないとだねー。あ、画面の前の皆さん、こんにちは、コレサーです。はい、ということで、今回はですね、まあ、先日、グリードさんが動画を出されていたんですけれども、まあ、ちょっと GA についてっていう動画を出されてたんで、まあ、ぜひ概要欄の方に貼っておくんで、まあ、もしかしたら、サムネにもしてるかもしれないですけど、概要欄の方には貼っておくんで、まあ、まずはそちらを先にチェックした上で、今回の動画を見ていただけたらなというふうに思います。で、まあ、グリードさんはね、その動画の中で、まあ、そのジェントルマンズ・アグリーメント、まあ、GA 紳士協定を、まあ、COD の闇というふうに説明されていたんですけれども、まあちょっと僕がまあグリードさんのそのプロ目線から見た、GA の解説というか、まあ、基本的にはもうグリードさんがまあ言ってた通りというか、まあ、僕もほとんど同意見なんですけれども、まあ、さらにその上でね、こう公開マッチ民としてだったりだとか、まあ、僕なりの、まあ、もうすぐ、まあ、今シーズン、シーズン1の途中でね、リーグプレイが実装されるというふうに公式からアナウンスもされたんで、まあ、直近1ヶ月以内には、BOCW の方にもリーグプレイ、競技信用の、まあ、ルールを適用された、リーグプレイっていうのが実装されると思うので、まあ、ちょっとまあ、みんなにも他人ことじゃないというか、実はこの GA って、まあ、公開マッチ面にもすごく関係のあるお話なんですよということについて、まあ、問題提訴じゃないですけどお話できたらなというふうに思います。で、まあ、グリードさんが動画の中でその GA っていうのはリスト化しちゃいけないというふうにおっしゃっていたんですが、まあ、もちろん僕はプロプレイヤーでもなければ、まあ、多少大会の実況なんなりはしていますけれども、どこかのプロチームに所属している選手というわけでも全くないので、一応現在のリストみたいなの画像を拾ったやつ貼っておきます。まあ、もちろんこれ最新じゃなくて、直近だとなんかこうスモークのバグの影響なのかな、まあなんかスモークが禁止になって、その影響で SR が禁止になってみたいな、まあ、とにかくもうめちゃめちゃなんですよ、結構基本的には。で、まあこの GA 何が問題かっていうと、競技シーンやってない人には、まあ、直接的に関係ないでしょっていうので、まあ終わりそうな話ではあるんですけど、実は、競技シーンをやってない公開待ち面にも僕はすごく関係のあるお話だと思っていて、今作ね、まあ、動画の中でもグリードさんのね、ご自身の動画の中でもおっしゃってたんですけど、今作なんでここまで GA が多くて複雑になっちゃってるかっていうと、まあ、そもそも論ね、ウォーゾーンというものが誕生したわけですよ、皆さん。コールオブデューティーウォーゾーンというのが、まあ、昨シーズン MW の途中から発売されましたバトルロワイヤルです。コールオブデューティーのバトルロワイヤルですね。で、さらにバトルロワイヤルのみならず、MW では大人数対戦、バトルフィールドもどきみたいな、何対何だったんだっけ、あれ結局50対50ぐらいでやれてたんだっけ、ちょっと人数忘れちゃったんだけど、厳密には。まあ、バカでかいマップで大人数対戦のモードみたいなのもあって、BOCW でも、ダーティーボムだっけ、ファイヤーチームダーティーボムで、大人数の対戦のモードがあると思います。で、結局ね、俺ね、これ何が言いたいかっていうと、まあ、今後ね、コールオブデューティーがどういう形態、どういう状態で続けていくのか、作品を作っていくのかっていうのは分からないですけども、まあ、バトルロワイヤル、ウォーゾーンがあって、公開マッチがあって、競技シーンがあって、みたいな。いくつもに合わせて完璧な武器バランスを作るのって、まあ、まず間違いなく不可能だと思うんですよね。当たり前なんですけど。競技シーンには競技シーンのメタがありますし、バトルロワイヤルにはバトルロワイヤルのメタがあって、公開マッチには公開マッチのメタがあると。で、さらにその中で武器バランスを完璧な状態にするのはまず間違いなく不可能で、まあ、かつ、まあ、その実際の海外のトッププロというか、まあ、プレイヤーとあと開発のその CDL ルールを作ってる人たちとの、まあ、感覚の間に明らかに、まあ、気持ちの乖離というかこう認識の違いみたいなのがあるので、まあ、GA っていうそのコミュニティルール、まあ、これは強すぎるからなしにしようみたいな、そういったコミュニティルールができてしまうこと自体は理解はできるし、おそらく今後もやっぱなくならないと思うんですよね、僕 GA は。うん、なくならないと思います、はっきり言って。だってどう考えても、先ほどもまあいろいろ要素を説明しましたけど、今後もこういった展開を COD のフランチャイズがしていくのであればね、バトルロワイヤルの入りにも乗っかって、かつ公開マッチだったり大人数対戦バトルフィールドみたいなモードもあってみたいな、ありとあらゆる要素を足せば足すほど武器バランスとかスコアストリークのバランスとかってどんどんおかしくなっていっちゃうんで、おかしくなっていっちゃうっていうか、その公平性はなくなっていっちゃうんで、まあ楽しいんですけどってなってくると、もうなくならないだろうなって思うんですよ、 GA に関しては。だから、まあ、でも結論どういうことかっていうと、まあ、慣れるしかないんですよね、これが本当に残念な話なんですけど。まあ、アメリカのそのプレイヤーの方たちにもね、まあ、GA を適用せずに遊んでる、競技者遊んでるっていう方たちも当然いるとは思うんですけど、とはいえ GA の存在を知らないっていう、プレイヤーってほとんどいないと思うんですよね。で、まあ、ただ残念ながら日本においては GA というか、まあ、そもそも競技シーン自体もそこまで浸透していないで、まあ、ここで生まれてくる選択肢っていうのが、まあ、大きく分けると2つあって、どうにか頑張ってそういった GA とかも浸透させて、競技シーンのルールも浸透させて、まあ言ってしまえばその海外アメリカ基準で、コツ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 と積み上げていくのか、それともまあもう思いっきりガラパゴス化しちゃって、日本の大会とかは一層思い切ってもう公開マッチのルールでやっちゃおうよみたいな、だってそっちの方がみんな知ってるし、まあいわゆるコールオブデューティーって日本のまあいろんな他のゲームのプロプレイヤーの方たちも一度は遊んだことあると思うんですよね。ただその人たちが一度は遊んだことあるのって公開マッチの話
話で、競技シーンをやったことがあるっていう人ってほとんどいないと思うんですよ、日本のプレイヤーの中にも。だからこそ、まあ日本でもっと浸透してもらうためにも、公開マッチのルール全く同じ何でもありのモードで大会を開いて、そっちを浸透させていこうっていうガラパゴス化させていく方法もまあなしじゃないと思うんですよ。なんで僕はこの2つのどっちかを取るしかないとは思うんですけども、まあここは我慢してやっぱ GA を浸透させていく、 GA を浸透させていくというか、まあそういう、まあ海外の文化を日本でも浸透させていくしかないのかなというふうには思います。うん、もちろん俺自身も入りにくいと思いますよ、間違いなく。敷居高いですもん、だってはっきり言って。ただでさえ競技シーンっていうので使っていい武器、使っちゃダメな武器みたいなのがあって、その中でかつ、まあ、BO4 の頃にもね、僕実際にリーグプレイしてて、なんでお前 GA のなんか適用されてるやつ使ってんのみたいな、ツイッターでいきなり言われて、誰だこいつみたいになったんですけど、そんな感じでね、いきなり知らん人から、だって普通に使っていいものを使ってるのに怒られたりしたらなえるじゃないですか。もうやんねえよこんなもんってなるじゃないですか。なんでまあだからその GA を相手に強要するのも NG だよっていうところも含めて、もう全部日本のコールオブデューティープレイヤーにも浸透させていくしかないんじゃないのかなって、俺はコツコツとね、コツコツと思います。うん、まあなんでグリードくんがあの動画を出してくれたのは、僕は正直個人的にはめちゃめちゃ嬉しかったですね。はい。まあなんでこの動画、結論何が言いたいかっていうと、まあ動画の冒頭で公開マッチの人たちにも GA って関係なくないんですよっていう風に説明したと思うんですけども、関係なくないんですよというか、関係ないっていう認識を改めていきましょうというか、関係があるような環境にしていきたいなっていうお話でした。もちろん感覚的には俺は公開マッチしかやらないから、競技シーンのルールのことなんて知ったこっちゃないよってなるのも理解はできるんだけども、ぜひ興味を持って調べてほしいなという風に思いますし、競技シーンすごく面白いです。うん、運営にね、そう、もう一つ言いたいのは、本当に発売直後からリーグプレイを実装しやがるこのクソバカ野郎っていうのは、まあまずいい言いたいんだけど、それちょっと置いといて、ぜひね、またその公開マッチのどんちゃん騒ぎ大逆転ありみたいなのとはまた違ったね、実力が顕著に出る公開マッチじゃなくて、その競技シーンのモードも、せっかくリーグプレイが来たら遊んでいただけたらなというふうには思います。いや本当にね、まあガラポゴス化するのか、それとも日本にも競技シーンを浸透させるのかって考えた時に、やっぱり俺は日本にももっとその海外と同じように競技シーンを浸透させる方に進んでった方がいい未来があるんじゃないかなというふうに思ってるので、まあ僕もランクプレイ実装されたらね、どしどしランクプレイのリーグプレイ、ランクプレイなんて名前になるのか分かんないけど、動画を上げようと思ってますけども、本当にまあ楽しんで遊んでいただけたらなというふうに思っております。でまあもちろんその中で GA を、まあ、自分の中でね、知っていただけて、調べて知っていただけるような、まあ、みんながそういう意識を持ってくれたら理想なのかなっていうふうに思うよ。さっきも言ったけど、その相手に強要するところはダメだよっていうところまで含めてね。だから俺が経験したみたいに、なんかなんでお前 GA 守ってねえんだよみたいに相手に急に言い出すのは NGだけどね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ皆さんはこの問題に対してどう思いますかね。思い切って日本はガラパゴス化して、まあそれこそ、まあある意味俺は過去の経験というか、過去のあれを見てきたからこそ、ガラパゴス化させるのは良くないって言ってるんですけれども、まあ昔のかつての日本のように独自のルールで大会を開いて独自の盛り上がり方を作っていくのか、それともね、まあ海外の競技シーンに合わせて、もちろん GA っていうのが、まあ全て全くもって 100% 正しいとは限らないと思いますし、実際その海外のプロに有利に働いてるみたいな問題点もあるみたいに、グリードさんもおっしゃってましたけども、まあそういった問題点も全部受け入れて、それでもなお、やっぱり、海外で通用するためには、まあそちらの相手の、まあ、合に入っては合に従いじゃないですけど、まあ相手のその土俵の上できちんと、まあ相撲を取るっていうところに、まあ流れとして持っていくべきなのか、皆さんはどう思いますかね。まあ何にせよリーグプレイ、ほんと楽しみですね。僕は非常に楽しみにしておりますし、ぜひ日本にもこれをきっかけに、リーグプレイというか、まあその競技シーンを親しみやすい文化、リーグプレイで遊ぶ文化っていうのができてくれたらなというふうに思いますし、だからこそマジで毎作品、リーグプレイは最初から実装しろ、バカだれ、ほんとにいい加減。海外はマジでもうその競技シーンの文化浸透してるからいいかもしれんけどよ、こっちはお前そうやってちゃんと公式がリーグモード用意してくれねえとあんまり浸透しきれねえんだよバカタレっていう感じの動画だわ。以上、お疲れ、バイバイ。